はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もファイナルファンタジー15、チャプター15、おまけパート、続きやっていこう。じゃあ、折り返しか。今回はバルーバ採掘場跡という、なんかすげえ不気味な音がするんだけど、はい。採掘場跡のね、奥のダンジョンにある、まあ、扉の先に行くわけだけど、ここが、その、動画外で、来たダンジョンだね。ただここファントムソードがあった洞窟とかではなかったはず。ただのダンジョンだったはず。で、確かそうだ。エレベーターがあって、どうだっけな?どこまで行けるんだっけこれ。最初来た時ね、ここ、トロッコが突然ね、流れてきたり、ゴブリンが一緒にくっついてきたりね、若干ホラー感があったとこなんだけど、結構下がっていくな。こんな下がったっけ?到着?どうだったっけ?とりあえず封印の扉の前まで行くか。なに?ダメだ!鍵かかってる!くそ、ちゃんと探索しきてなかったからゴブリンにしてやられた。さて、また嘘をついてしまったな。ここファントムソードあったとこだ。ちょっと手こずってしまったけど、こっち行って、あった。さあ、ここのところね、分岐が結構当たってくれてるから調子いいよ。扉あったね。こちらは推奨レベル78。前回食った食事効果がそろそろ切れかかってんな。開いた。よし、行こう。よし。さあ、今回も始まった。武器ね、前回、奥で手に入れた、このランスをノクトに持たせてんだけど、クリティカルで安いやつだっけな。あ、9期だ。9期はすばしっこいから、普通の剣。パリ。負けに強いし、レベル高くて。当然だ。ノクト、はいよ。うまいこと言ったな。お互いにな。オッケー。前を見ろ。ごめん。全員無事だな。先行こうぜ。こういうダンジョンだと、あのトンベリとかゴブリン系の強化版も出てきそう。ほら、ボブゴブリンだ。ボブゴブリンはノックバックしやすいから連続攻撃だ。行くぞ。受けてみろ。ランス。よし、叩け。久々にランス使ったけど強いな。さあ、次の層。またボブゴブリン。ランス。アリー。イグニスもランスを使うと様になるな。あ、こいつを角攻め。さて、どうぞ。調子いいじゃねえか。あ、もう一匹。グラディオ行け。遅い。
よし、ビーク。ナイスグラディオ。容赦はしない。よし、いいよ、テンポよく。もう一体。さあ、この辺はもうポンポン倒しちゃって結構楽な類じゃないか。また9機だし。一体誰を狙ってる。ワリオ。行こうよ。ああさて、お、あ、飛んでる系は好きじゃない。しかも虫だ。痛い。危ない。さあ、飛んでる系とは銃のプロンプトに活躍してもらいたいな。イグニス、一旦回復。集合しろ。おい、はいよ。空中回避。パリー。はいよ。終わりか。いけ。鋭利仲間ゲット。実はね、どれだっけな、スキルだっけ、スキルも実はグラディオとノクティスのレベルを10にすればいつの間にかトロフィーコンプリートのところまで来てて、だからもう少し戦闘を繰り返したり、ノクトアとしばらく釣りさせてあげたらトロフィーコンプリートになるから、トロフィー大好きな人は結構ね楽に FF15 ってトロフィーコンプリートできるのかもしれない。13をね過去にコンプリートしたことがあるんだけど、あれ結構しんどくて、なんだっけな、余裕で相手だ、全員のパラメータをマックスにしたり、全てのアイテムを一度は手に入れるだとか、その辺があったから難しかった。いい感じだ。さあ、ここも OK。さあ、まだ分岐部屋が来ない。ボブゴブリン、確かにこのランスクリティカルが結構出てるね。黄色いダメージ表示がクリティカルか。で、ちょっと濃い色のやつが効果は抜群だ。だと思う。ほら。行こうぜ。ラストエリクサー。フェニックスを買い足しといたから。イグニスが何度ぶっ倒れようと心配ない。うわ、ここもオーブゴブリン。まだ余裕があるからファントムソード使っちゃおう。本気で行く。容赦はしない。ほら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 。よし、次。お、シルベが来た。着いたぞ。第一シルベ。アポカリプス。さあ、新しい武器だ。グラディオ。あ、強いな。HP、HP が一定割合減るとか。じゃあ、食事効果もないし、キャンプ。ベタベタで気持ち悪い。ほんと疲れた。今日の飯はグリーンスープカレー。
よし、今日も気合い入れていくか。うん、行こうぜ。さて続き。あ、インプ。シルベを越えたあたりでね、モンスターが変わるんだな。まるまるインプレベル高えな。あ、でもそんなに攻撃が強くない。ちっちゃいから叩きやすい。ほら、あ、かわされた。行くぞ。うん、分岐部屋がなかなか、あ、これ分岐部屋だ。マインドフレア。マインドフレアってさ、過去作とかでは召喚獣としてなんとか出てこなかったっけ。なんか最近あんまり召喚獣として出なくなったけど。倒した。さて三択、真正面行こう。あ、下るな。マインドフレアだ。おお、待って、あれ、さっきのこと言うなよ。え、待って、仲間入る前にエンカウントした。え、これ1対1じゃん。ああ、誰もいない。あ、いた、グラディオ通り抜けてきた。で、グラディオしかいなくね。グラディオ外すなよ。任せた、グラディオ。なんてこった、ここに来てこのコンビか。行け、グラディオ。さあ、他の人たちも来た。容赦はしない。バックアタックリンク。じゃあな、いい感じだ。そっか、こんな風に仲間が入れずに入り口が閉まっちゃうことがあるから、エリア内にある程度入ってからじゃないとモンスターとエンカウントできないんだ。さて、これハズレっぽいな。あ、ハズレだ。よし、ビッグ。プロンプトのさ、ハンドガンダンダン撃つバックアタックめっちゃ強くないか。4回ぐらい9999のダメージ与えるし。でも正面は外れ、戻ろう。さて、正面外れだったから、左に最初の頃は運がなかったから右に行こう。マインドフレアだ。マインドフレアはちょっと空中から叩けばビークしやすい。そうでもないのか。あ、全然倒れない。オクト、うまいことやるじゃねえか。無事だな。はいはい、行くぞ。さあ、ここは当たりか、外れじゃね。外れじゃ。しつこいやつは嫌われるぜ。受けてみろ。やろう、外れちゃった。左に運があったな。左戻ろう。さあ、こっちが左側。
マインドフレアか、あ違うインプだ。あっちは仲間に任せて、なんかノクトも自動でいろんなところをワープするからね、爽快感はすごいけどカメラがすごいことになる。容赦はしない。バイオリンしてるぜ軍師殿。よし完璧。さて、あまあここは当たりか、インプ満載。2回連続同じ方向の武器部屋があったりってことはなかったと思うから、次こそ正面選ぶか。ごめんなさい。終わりだ。その調子だノクト。ああ、シルベアもう一個ぐらいあるか。ボブゴブリン、ファントムソード、剣が振りづらいところじゃないな。先を急ごう。ラストエリクサーは非売品だったはずだけど、結構あるもん。あ、早々に分岐部屋だ。無理、俺あれは無理。痛い。マインドフレアって氷属性だったか。ハーリー、ハーリー、ウィーク、受けてみろ、受けてみろ、よいしょ、くらえよ。さて正面行くか。お願い当たって。マインドフレア。オッケー。ちょっとノクトの体力減っちゃったな。たくさんあるからエリクサ。さあここは当たりか。どうだ、ハズレっぽい。やっぱりプロンプトのバックアタックだけやたら強いな。まあ、プラチナインゴットは以前も手に入れたことがあるけど、結構高く売れるアイテムだけど、ここはハズレ部屋。どっち行こうかな。なんか左正解な気がするけど、右行くか。まあ、外れてもアイテムあるし、何かしらの。マインドフレア、ほぼマインドフレアだな。ああ、また掴まれた、また掴まれた。くっそ、バリプロンプト、もっと打っていいよ。よし、もう少し早めに終わらせたかったな。さあ頼む、これ当たりじゃなかったら2連敗、2連敗決定。はい、2連敗。しかもハイポーションだったし。で、耳に入るこの変な音は何だろう。これは音バグか、なんか変な音が入ってる。さあ左行くか。マインドフレア2体、ファントムソード、すっげえダメージ食らってる。あー、イグニス軍師、ちょっと待ってね。今だ、任せろ。
回復。息ぴったりじゃん。今の良かったな。あれ待って、まだ変な音入ってるこれ。ちょっと待って、これはちょっと直そうと思ったらセーブができない。ごめん、ちょっとこれは我慢だ。さあこいつだ。あっと、変なもん投げてくんな。出て。あーちょっと待って、エリクサいやー数が多くてこんな一斉に動かれたら。でイグニスにはハイエリクサめっちゃ持ってない？こんな持ってたっけ。あれイグニス待って、ハイエリクサ OK。っていうかさ、エリクサーの上位版のハイエリクサーなんていつからあったっけ。最近の作品であったっけ。すでにグラディオちょっとバンってやって OK。 数が多い。痛い、タックルされた。ほら受けてみろ。もう一体いる。あ、もう一体いる。ちっしょ。まあな。先を急ごう。さあ次だ次。OK。 あー喉渇いた。腹減ったな。苦戦したからな。こんなところで苦戦してらんない。もう一分岐ぐらいか。あれボスっぽいぞこれ。これボスっぽい。ラストエリクサーゴー。さあなんだこいつは。一回出てこい。ちょうどいい練習相手。サイコプレディクター、ひとまずファントムソード。おっと硬いぞ。早めにファントムリンクだ。待ってファントムリンク出てこない。くそ。ああレザービーム。あ、ハイポ。サンダーサンダーいまいちか。でもウィーク。よしグラディオ行け。さあ半分はいったか。あ、このレーザーが危ない。パーリー、ノクトはどこにいるのか見えない。とりあえず切る。グラディオゴー。相変わらずグラディオは安定してる。魔法装備すっか。マスターファイヤーでガードしてパリー。あ、ダウンした。ほらあとちょいだ。危ない。あ、一瞬石になったグラディオ。あ、ちょっと硬かったけどなんとか倒した。でデスペナルティ。いい流れだった。これ多分プロンプト武器だ。デスペナルティってことは、あ、即死効果のある弾丸。なんかちょっとチート武器な気がするけど強いし。
装備させよう。よし、また焼肉食いたいね。すっげー焼肉食べたい。ガルーガ制圧出よう。ああ、しん。よし、もう午後か。眩しい。うん、なんか書いてある。これ読めない。さあ、ともかくここは OK と。さあ、残るは3つ。残すはスチリフとクラストゥルムとイコ。ああ、スチリフってこれあれだな。グラディオがパーティーから抜けて、アラネアと急遽4人パーティー組んだ時に行ったところで、奥なんかまだありそうだったけど、これ行かなかったんだよな。ここあったんだ、扉。よし、じゃあ次回は湿地帯にある遺跡の先のダンジョン制圧に行こう。それじゃあ今回はここまでで。はい、ご視聴ありがとうございました。